本日フライ対ホリマルの試合ね、見事4対1というスコアで勝利に貢献したブライの桑田優也に来てもらってます。お疲れさん。お疲れです。今日の試合まず4-1というねスコアでね結果が終わったわけだけど、自分のパフォーマンスを振り返ってみてどう？前半はボール回ってきてたんで普通にシュートストップはできてたんですけど、後半になって相手がやる気なくなって、でボールがもうディフェンスラインからスタートになっちゃって、そうなるとボールが回ってこないから全然シュートも来ないし、後半はちょっと切れてた時間が多かったかなと思います。外から見ててかなりね、キーパーとしては退屈な試合に見えたけど、こういった試合でのモチベーションっていうのはどうやっていつも保ってるのかな？いや、もうオンとオフを切り替えのスイッチをもうちゃんとするだけですね。もう攻めてきたらスイッチ入れて、けど攻めてる間は基本的にオフでって感じですかね。もうケアだけですね。今このリーグで3シーズン目プレーして、このオーストラリアのサッカーについてこの日本との違いというのをどういったところを感じてる？いや、違いっていうのはもうこっちに馴染んじゃってるんでもうどうだったかなって感じなんですけど、けどやっぱフィジカルに対してはすごい厳しいし、でゴールキーパーってポジションなんですけど、やっぱ強いチームにいてる以上1失点するとやっぱすごい言われるんですよ。だからいかにゼロで持っていくかとか、接戦になってもどう整備するかとか、まあ強いんで攻撃に関してもどんどん参加していく、練習中からビルドアップ参加していくっていうのが今のチームで、そうですね、上位に食い込んでるチームっていうのはやっぱそういうところができるのかなと思います。キーパーのレベルが高いとね言われてるオーストラリアの中であんまり背が高くない、他のオーストラリアと比べて自分自身がどういったところで評価を受けて今このフライという、まあ、イラワラプレミアリーグの強豪でプレーできてると思う？やっぱ1年目ですごい弱かったチーム入って、シュートストップにしても、まあ、僕の持ち味だったと思うんですけど、シュートストップとか、あと何ですかね、キックはやっぱこっち来てからですね、下手なやつが多いんで、けどすごい止めるんですよ。だからそれに関して、じゃあシュートストップは今まで、まあ、周りと同じぐらいのレベルで、じゃあ他に自分の武器何かあるかなと思ったら、攻撃に参加していくとか、キックの精度を持ってあげるのが必要かなと思って、そこを売りに今そうですね、やってます。逆にキーパーとしてもっとこういった部分を伸ばせるとしたらどういった部分だと思う？どういった部分、いやでもコーチングはもっと英語コミュニケーションを取っていけば伸びるとこなんで、で守備もどんどん良くなっていくと思います。引き続きね優勝目指して、これからファイナルシーズン2週間後から始まるけど、優勝できるように、ね、頑張って応援してる。結構筋トレしてるからね、いつもインスタでなんかこうね見てるよ。そう、筋トレマニアだからね、ぜひねインスタもフォローしてください。あ、お願いします。全然大丈夫です。